ダメだ。気絶している。へえ。どうやら一撃で混沌させられたみたいだね。こんなことができるのは。とにかく、中に入ろう。てめえ!いつの間に現れやがった!我が名はイン。月の光さすところなら、どこへでも現れよう。ふざけろ!くたばりやがれ!ぬるい。我が名は最悪の無縁の手向け。眠れ、白金の光に抱かれ。バカな。やはり。やれやれ。妙な気配がするかと思えば、お前たちも入り込んでいたか。あんた。へえ、ずいぶんとヤバそうな人だね。察するに、巷で噂されてるインドのなのかな。いかにも。テスタメンツリーダー、ワジ・ヘミスフィ。妙な気配の一つは、お前のものだったようだな。それ以外にもいるようだな。まさに福魔伝だったか。面白いことを言うね。それで、僕たちも彼らのように、実力で排除するつもりかい?お前たちを始末するのは簡単だが、この場を任せても面白いことになりそうだ。そちらの奥の部屋にはオークション後半の出品物がある。ヘイユーに流れた情報によると、面白い爆弾があるらしいぞ。その目で確かめてみるといい。早い。やれやれ、噂にたがわぬ化け物みたいだね。やり合う羽目にならなくてラッキーだったけど。どうするんだい、ロイド。時間がない。奥の部屋を調べてみよう。あいつが言っていた爆弾、本当にあるなら確かめてみたい。そう言うと思ったよ。はあ、仕方ありませんね。可及的速やかに、調べるだけ調べてみましょう。ああ。ここは。見つけて。私を見つけて。どうやらオークションの後半に出品されるものみたいですね。まだ結構あるみたいですが。後半に出るってことは、とっておきの品ばかりだろうね。時間もないことだし、手分けして調べてみようか。ああ、どうやら本当に何かありそうだ。
このトランクは随分大きいけど何が入っているんだ。鍵がかかっているけど、このくらいだったらなんとか。捜査官研修で習ったピッキング対策用の技術、まさかこんなところで使うなんてな。やった。もしかしてこれがローゼンベルク工房の、まるで本当に生きているみたいだけど、でもこれは、こんなところに。どうしたの？目をまん丸にしてお兄ちゃん面白い。いや面白いって、もしかして偶然中に紛れ込んだのか。お父さんとお母さんはどこにいるかわかるかい？お父さん？お母さん？キーヤ、そんなの知らないよ。キーヤ、君の名前はキーヤって言うのか。でも一体誰の？ロイドさん、その子の格好どう考えても招待客の子には見えませんが。ああ、もうもちろん分かってるけどさなるほどね。どうやらその子が爆弾だったわけだ。ローゼンベルク工房の人形がしまわれているトランク、もしこのまま会場に運ばれてその蓋が開かれていたら。なるほど。へえ、お兄ちゃんロイドって言うんだ。ロイド、ロイドいい名前だね。どうも。そうじゃなくて、キーヤ、他に覚えてることはないか？知ってる人とか住んでいた場所とか。何も思い出せないや。がっくっく。とにかく君をこのままにはしておけない。一旦ここを出て。まずいです。やれやれ、タイムオーバーみたいだね。な、バカな侵入者だと。出品物を確かめろ。電光石火です。ワジ、どうやら覚悟を決めた方がいいんじゃない？このままだと確実に連中に捕まることになるよ。分かった。キーヤ、俺たちと一緒に来てくれるか？君のことは絶対に守るから。ん？よく分かんないけど別にいいよ。キーヤ、ロイドたちと一緒に行く。いい子だ。二人とも動きやすい格好に戻ってくれ。それと外で待機しているエリーたちに連絡を。これよりこの子を連れて議長邸から脱出する。了解です楽しくなってきたじゃないか。
いたぞ、侵入者だ。キア、下がっていてくれ。うん、来ます。あ、黒い人たちだ。やれやれ。行くぞ。みんな一気に行くぞ。さてと、行きます。分析を開始します。情報を入手しました。さてと、行くぞ。さあ、それか。僕の番か。行くぞ。さあ、それか。さてと、そこです。やれやれ。これで一安心です。キア、大丈夫か？うん、大丈夫。キア、平気だよ。そっか。随分と度胸のある子じゃないか。この調子でなんとか逃げ切れるといいんだけど。急ぎましょう。
やはりネズミが出やがった。てめえら狩りを始めるぞ。客はオークション会場に隔離して、屋敷の出口は完全に封鎖しろ。ネズミ一匹逃がすんじゃねえぞ。承知しました。なんかでっかい人がいるね。どうやら正面玄関から逃げるのは無理みたいです。屋内に犬を放つなんて。とにかく撃退しましょう。来るよ。ワンちゃんたち可愛いね。やれやれ。さてと。任せてくれ。みんな一気に行くぞ。私の番です。分析を開始します。入手しました。逃げろ。僕の番か。さてと。出陣。行くぞ。さて。ドキドキしたね。いい夢は見られたかい。まだ侵入者は見つからんのかい。そろそろ招待客が騒ぎ始めておるのだが。どうかしばしお待ちを。屋敷は完全に封鎖しました。袋のネズミってやつです。このままでは議長の機嫌が。いいからとっとと捕まえるのだ。場合によっては殺しても構わん。やっぱり正面玄関はダメか。ねえねえロイド、あのおじさん丸っこくて面白いね。ガク最高だねその子。大物なのは間違いないかと。ここは確か議長さんの部屋という話でしたが。へえ、さすがに豪華そうな部屋だね。どうやら先客がいるみたいだけど。おいおい、先に気づくなよな。せっかく驚かせてやろうと準備してたのによ。レクターさん、どうしてここに。お、これはなかなか。
あんたらも随分と面白い魚を釣り上げたもんだな。お魚ってキーヤのこと？キーヤ食べられちゃうの？おお、頭からガブリと人飲みにな。ガオーバクバクバク。しまった、喉に詰まらせちまったぜ。この人変な人だね。それは十分すぎるくらい分かってるよ。インといい、 IBC のお嬢様といい、変な知り合いが多いな。これも君たちの人徳かい？そんな人徳嫌すぎるんだが。というか和治さんも十分変な知り合いですが。おいおい、あんたらちょっと和みすぎだろ。もうちょい脱出者としての緊張感を持ってくれないとな。いや、いきなりそんな正論を言われても。おい、いたか？右翼は調べた。あとは左翼だけだ。議長の部屋も確認しろ。何グズグズしてんだ。俺がいた場所があるだろうが。迷ってる暇はなさそうです。これはレクター様。おう、見回りご苦労。クセ者が出たらしいが、そろそろ捕まったのか？いえ、ですが時間の問題です。ところでレクター様はどうして？ああ、この辺りで変な物音が聞こえてる。変な物音？まさか侵入者？おい、出てこいよ。怖がることないんだぜ。何を？最初から私たちを突き出すつもりで。いや、ね、猫。おお、クロ、そんなに怖がるなって。ほら、犬に追いかけられて怖い思いをしちまったか。よし、この黒い連中に一言文句を言ってやれ。くっ、人騒がせな。失礼する。ああ、そうそう、今思い出したぜ。さっきそこの窓から妙な連中を見かけたんだが、あれがクセモノってやつだったのか。妙な連中？どういう連中ですか？なんかちっこい女の子を連れてたみたいだが、裏庭の方に逃げていったぜ。間違いない、目撃情報と一致するぞ。いつの間に屋敷の外に。若頭に報告するぞ。見事な手並みだね。その猫、最初から用意を？何のことだ？おや、裏庭に逃げたはずの連中がなぜここに？世の中不思議でいっぱいだな。やっぱり変な人だ。本当に助かりました。みんな、一か八か玄関の方に行ってみよう。さっきの誘導で手薄になってるかもしれない。了解です。Thank you.
よし、あの数なら強行突破ですね。行こうか。あ？え？な！外に出たんじゃ。遅いです。やれやれ。行くぞ。はい。問題ない、このまま脱出するぞ。アリベデルチ。何をやってるお前たち。起きろ、起きんか。ガルシャ、何をやってやる。面白いことになってますわね。しかしロイドさんが抱きかかえていたあの子は。ロイド！よかった、無事合流できたか。ヒヤヒヤさせてくれるわね。って、どうしたのその子。通信で伝えたように保護した女の子ですわ。ねえねえロイド、この人たち味方なの？ああ、信頼できる仲間さ。時間がない、早くここから。そうはいくかよ。やれやれ、読まれていたみたいだね。若頭の指示通り貼っておいて正解だったぜ。なるほど、警察の小僧どもだったか。さすがに老いたが過ぎたみてえだな。な、動力式の重機関銃なんてものを持ち出しやがる。しかもラインフォルトの最新式みたいですね。抵抗してもいいんだぜ。この間合いだったらあっという間にミンチだろうが。ねえねえロイド、もしかしてこれがピンチっていうやつ？ああ、どうやらそうみたいだ。
いや、まだみたいだね。なんだ。おいー、黒い人たちやられちゃったよ。今のは屋敷の方から飛んできたみたいだが、どうやら他にも助っ人がいたみたいだね。詮索は後にして逃げた方がいいんじゃない。ああ、今ならちょうど水上バスが来ているはずよ。とにかく鳩場に向かうぞ。まさか外区に犬を。なんかいっぱいいるね。来るぞ。もらったぜ。私の番ね。行くぜ。ほら。はい。そこだ。はい。ガンナーボードドライバー。バスターだ。行くぞ。やや。行きます。そこです。私の番ね。行きます。そこです。任せてくれ。任せてくれ。セパ。私の番ね。行きます。データ収集したね。終了しました。信じられない。他の観光客だっているのに軍用犬を放つなんて。なりふり構わなくなってきましたね。とにかくアーケードを突破して鳩場に向かおう。一般市民が巻き込まれたらそっちもなんとかカバーするぞ。おお、無茶言いやがる。君たちも苦労してるね。やめろ、一般市民を巻き込むな。はぁ、あ、知ったことかよ。てめえらを逃がしたら俺たちの方がヤバいんだ。俺の番だな。行きます。ガンナーボードルドライバー。任せて。今だ。
せろ。ほら、よし。私の番です。そこです。ドキドキしたね。データ収集終了しました。二人とも大丈夫ですか？何なのこの人たち。急いでホテルに避難してください。そこまでは彼らも踏み込んでこないはずです。わかった。もうやだ。ミシュラムなんて